は上白石萌音さんの世界中の誰よりきっとでした。こちらカバーソングですね。以前も番組内でご紹介させていただきましたが、癒しのリポートとまたマッチしますね。皆様どうでしょうか。5月病はリラックスされました？少しは憂鬱な気分は取れましたでしょうか。癒されましたと届きましたね。時には音楽を聴いたり歌ったりするのもいいですよね。私もストレス発散に一人カラオケ行きますよ。最近は行けてないですけれども、大学生の頃は週2週3ぐらいで行ってました。行き過ぎですかね。一人で行くだけじゃなくて友達とも行ってたんですけれども、週2週3ぐらいで行ってましたね。懐かしいなって。なんでそんなスタッフさん笑ってるんですか。週2週3じゃないですか。そうですかね。なんか恥ずかしくなってきちゃいました。茨城にいる時も結構行ってました。何歌ってたんでしょうね。2日に1回ぐらい行ってた時ありましたね。さすがに1年ずっとじゃないですよ。そういう時があったっていうことですけれども、最近行けてないのでまた行きたいなと思いますね。皆さんもぜひ歌で発散もいいかもしれないですね。結構行ってる方なんですかね。どうなんでしょう。喉強い方なの分かんないですけれども、2、3時間一人で歌ってるときついので、2、3時間は友達と言ってましたね。一人だと1時間ぐらいです。一人で2、3回だったら多いけど、友達、そうですよね、友達と、2、3回ですかね、きっとね。はい、ということで、ぜひ皆さんも5月病を皆さんね、取り除いていただいて過ごしていただきたいと思います。ではでは、改めてポイントをおさらい